皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうもおしもぶでございます。結果発表、はい、ね、ちょっとね、浜田さん風にちょっとね、声張らせてもらいましたけど一人暮らしの家で、大声を張るという悲しさ、皆様お分かりでしょうか。ということでですね、今回は、結果発表でございます。何の結果発表なんだと思う方は、この1本前の動画を見ていただければわかると思います。その動画でですね、私シモムーに、芸人を辞めてほしい、辞めてほしくないと思いますかと投げかけたんです、見てる方に。で、やめてほしくないと思う人はその動画をいいね押してくださいっていうのをね、投げかけて、その結果発表で、ございます。だから、いくついいねがついたかということでございます。ちなみに今がですね、これが多分金曜日に上がってて、前日の木曜日ですんで、まあ、1日前に撮ってますんでそんなに差はないと思いますけど、結果はですね、いいね数、あ、再生数から言おうか。今のところ再生されてるのはね、210回再生されてました。210回再生された中で、いいねをくれた方は、29人でございます。どっちこれ微妙って微妙でもないな。まずはですね、いいねを押していただいた方は本当に、ありがとうございます。芸人を辞めないでほしいと思ってくれてるってことですからね。29人以外の方、辞めろってことですよね。辞めろってことですよね。まあ、ちなみにですね、まあ、29って多いのかどうかっていうね、前の動画と比べました。じゃあその29本出した動画の前の1個前の動画、いいね何個ついてるかと言いますと、22個でございます。変わんねえじゃねえかよ。7人増えただけっていうね。まあまあ、そういうもんなんですよ。まあ、そういうもんで、まあ求められてはないんですよ。つまりね、まあまあ、やめ、別にどっちでもいいよっていう方の方が多分ほとんどだと思うんですよ。でもその中でも、29人の方が、やめないでほしいって思っていいねを押してくれてるんですから、私はやめませんよ。だからこんなところでは。まあここでやめる人もいるかもしれませんけど、まあね、やめない、やめろっていう言葉にはね、耳を傾けませんけど、やめないでくれっていうね、この嬉しいじゃないですか。そういう言葉には耳を傾けます。まあ、何人かもメッセージでやめてほしくないですってくれた人もいます。本当にありがとうございます。だからまあ、まあ、YouTube 始めたね、時に目的というか、別に、なんだろう、一人でも例えば見てくれる人がいたら動画を上げる意味があるかなと思ってね。めちゃくちゃかっこいいこと言ってるけどね。でもまあそういう風に思ってやってきたんで、まあ29人辞めないでほしいと思ってくれてる人がいるんですから、まあ一人でも辞めないでほしいと思ってくれてる人がいれば、あ、まあ続けなきゃいけないかなと思いますんで、まあ非常にもうちょい言ってほしかったですけどね、個人的にはね。いいね、いつもが22ぐらいやったら倍言ってほしいね、40、まあ50、まあ、よく言えばもうほぼほぼもう全員見てくれた人全員がいいねを押してくれる勢いで、してほしかったけど、まあそんな甘くいくとは思ってないですけど、まあまあでも本当にご協力ありがとうございます。まあね、あと最近ですね、私の同期の芸人、太田プロの同期、私太田プロ養成所のエンターテインメント学院3期生卒業なんですよね。太田プロの養成所、まあ、吉本でいう養成所なんですけど、あの3期生卒業で、3期生で所属して芸人続けたのがです、続けてたのが私ともう一人ピン芸人でいたんですよ、今残ってたの。でそのピン芸人のもう彼、もう一人の彼がですね、辞めました。だからつまり3期生で、今太田に残ってるのがもう私しかいなくなったっていうね、ちょっと非常に悲しかったですね。その子はですね、16歳で養成所入って、で自分が18歳で養成所入ったんで、まあ俺より年下で入ってね、高校の時に入って、まあ、すごいなと思って、で岡山から上京してきたんですけど、でお互い1年間学校行って、向こうは17、私は19で太田プロ所属して、
今までねお互いやっぱピン芸人同士だったんで、やっぱどっか個人的にはね意識する部分があったんで、どっかなんかね あいつが頑張ってんなら俺も頑張んなきゃなとかいう気持ちがあったんです。あいつがまだ続けてんなら、あ俺もまだこんなところでやめちゃダメだなっていう気持ちが あったんです。でもその彼がもうやめました。今年で、今週やめました。やっぱきついっすよね。いろいろ考えますよね。やっぱいい、確かにね、ツイッターとかにも書いたんですけど、やめるのも勇気なんですよ、でも続けるのも勇気だと思うんですよ、個人的にはね。でもね、私はね多分ねやめる勇気はないと思うんですよ、だから続ける勇気を選んでると思うんですよ、選択肢で言うとね。でもその子はやめる勇気をどっちが正しいっていうのはないんですよ。別に新しい道でね、成功していただければいいんで。ただね、いろいろとやっぱこのシーズンっていろんな知り合いの芸人さんが辞めてって言って解散してったりしてると、もうやっぱね、自分もね、芸歴12年目になるといろいろ考えさせます。ね、考えさせられますね。だから、辞める勇気がないからこそ、例えばこういう風に、今年中にチャンネル登録1000人いかなければ辞めますという、目標を立てたのかもしれない。辞めさせられなきゃ辞めないのかなっていうのが自分の中であったのかもしれない、自分から辞めますっていう勇気がないから、なんか、辞めさせられなければこのまま辞めれないのかなと思ったんで、というとさ、なんか辞めたいのかなって思う。これは複雑ですよ。辞めたくはない、辞めたくはないですよ。もちろんもう続けたいです。続けたいです。ただね、私が選んだのはだから続ける勇気の方を選んでます。今何？これは難しいね。まあ、正直きついんですよ。やり続けるのっていうのはね。でもやめるのもきついんですよ。ねえ、神様どうしたらいいんだって話なんですよ。これ難しいよね。正直な話、続けるのもきついんですよ。やめるのもきついんですよ。どっちなんだってね。まあね。でも私は続けるっていう道を選んだんで。残り1ヶ月ですけどね、そういうことがあったんですけどね、ちょっと気持ち的に悲しかったですけど、まあね、何が伝えたいかというと、私は芸人を続ける勇気を選んだというふうになります。まあ、でも今年中にチャンネル登録1000人いかなければクビということなんで、残り1ヶ月ですね、皆様、これ見てる人はほとんど芸人続けてほしいと思ってない方々だろうけども急にネガティブになってんじゃねえかまあまあネガティブにはなってないですけど、全然ポジティブなんですけど、まあね、そういうのもね笑いにしていくのが芸人だと思ってます。で、皆様よしよければチャンネル登録、まあいいねは別に押さないでいいでしょう。今回はチャンネル登録をしていただければよろしくお願いします。じゃあまた皆様、次回の動画でお会いしましょう。本日も明日